斎藤知事後援会トップ辞任、アシックス小山氏の言動に経済界が失望。兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラ疑惑で内部告発された問題で、後援会の代表世話人である小山元医師が辞任しました。小山氏は支援できる状況ではないと述べ、知事の対応に失望したとしています。みんなの反応。神戸経済界は歴代知事と良好な関係を築いてきたが、斎藤県政になってから風向きが変わった。神戸商工会議所の川崎会頭は、県政を前に進めるなら具体的に説明すべきだと批判。密に接してる人からはこの人とは無理と感じていたようで、人望もないのにどう前に進めるのか疑問。全てを失いたくない一心で必死にしがみついてる姿が見苦しい。日頃の行いのしっぺ返しを食らうべきだ。知事の仕事を一人でやってみればいいと思う。協力者がいなくても怒らず、自分で運転してスケジュール立てて、冷静に県政を進められるか試してみたらどうかな。普通の感覚があれば、みんな離れていくよね。家族の心配するコメントもあるけど、妻が意外と夫を応援してるかも。昔、客商売してた時、ヤバい人の家族も同じくらいヤバかったことがあった。類は友を呼ぶってことだね。自分とは違うけど、そういう人たちはどこかで仲良くしてるのかも。たとえ議会が不信任決議を可決しても、この知事は辞めないだろう。知事は議会を解散し、新たな議員が再度不信任決議を可決するまで居座るだろう。法で定められたルールで、知事を辞めさせるにはリコール運動しかないが、これは大変な手間とエネルギーがかかる。だから、県議会議員には不信任決議をしっかり可決してもらい、再選挙に臨んでほしい。この人が紙面図鑑の中でも誇示する理由は金とプライドかもしれない。顔色変えずに自己否定しないのは欲が深いからかも。人が亡くなった事実を理解していないなら、まるで機械のようだ。早く捜査して厳正な実刑を与えてほしい。知事を擁護するつもりもパワハラを容認するつもりもないんだけど、報道の偏りが気になるんだよね。今は知事を辞めさせることがゴールみたいになってるけど、就任当初は期待されてたことがあったはず。県民生活の問題を解決するために既存行政の停滞を取り除くのが公約だったんじゃないの？それが達成されたのか、まだ途中なのか、報道では功罪の罪だけが強調されてる。知事が辞めて得をするのは既存行政の停滞要因で、パワハラを受けてない県民は損をするんじゃない？報道は一部の県職員のためにあるのか、県民のためじゃないのか、誰かを叩く方が注目を浴びやすいからなのか。イニエスタ選手がヴィッセル神戸を退団した時のセレモニーは素晴らしかったけど、斎藤知事の件は残念です。裁判を意識しつつ弱者に攻撃的なのは、人間としてかっこ悪い生き方だと思います。道義がわからない人ですね。片山氏や経済人らで作られた同会は、2021年の前回知事選を前に設立されたんだね。片山がパーティー券を買わせようとした疑惑もここから来てるんだ。片山は当時、兵庫県信用保証協会の理事長で、その後の信用金庫のキックバック問題ともつながってる。知事と牛タンクラブの問題は、知事選前から続く根深いものだったんだね。知事は百条委員会で公益通報者保護制度や道義的責任について理解していないと証言し、自らの不適格さを示しました。その上で、違法に公益通報者を調査断定処分し、3名を自殺に追い込んでいます。長年勤め上げた方々が一般的なパワハラで自殺するとは考えにくく、極めて残酷な行為で精神が病んだ結果と推測されます。この罪は非常に重く、知事と協力者は辞職だけでは許されません。労災認定や名誉回復、遺族の救済のために民事と刑事の告訴を通じて厳罰に処すべきです。辞職だけでは3名の自殺者や遺族の無念は晴れません。関係者の方々、どうか救ってください。経済力のある支援者がいなくなったらどうするの？任期を全うしても政治家としては終わりだし、政党もダメになるよね。亡くなった告発者も少しは報われたかな。斎藤知事が自分の身を守るために犯人探しをして死人が出たのに、罪を認めず道義的責任がわからないと言っているのは理解できない。彼を推薦した維新の責任が重いと思う。兵庫県民は維新を信頼して投票したが、この結果は国政選挙にも影響するだろう。自分は絶対に維新関係の立候補者には投票しない。兵庫を前に進めるあっていう政治団体があるんだけど、事務局も名簿もないらしいんだよね。でも昨年7月に1人2万円で800人の政治資金パーティーをやったんだって。辞めた副知事が音頭を取ったみたいだけど、これってちゃんと処理されてるのかな。アシックスの人も辞任したらしいし、知事の強がりなのかよくわからない。もっと詳しい情報が欲しいね。
斉藤知事は一人で知事になったわけじゃなく、支えた人々がいます。その流れを解明しないと同じことが繰り返されると思います。この知事さん、自分の世界に閉じこもってる感じで、自発的に辞めることはないでしょうね。公的に引きずり下ろされるまで居座るでしょう。だから、辞職の決議や議会解散、選挙を経て、法的に辞めさせるしかないですね。県議会の皆さん、頑張ってください。斉藤さんの強みは経済界との関係だったけど、アシックスが離れたことで企業のイメージが悪化した。もっと早く謝罪して辞任していれば、経済界のつながりを生かして仕事ができたかもしれないけど、居座り続けたことで転職先も失った。訴訟覚悟で自分が正しいを貫くと全てを失う可能性がある。まずは知事の椅子、次に財界とのつながり、最後には家族も失うかもしれないから、早く辞めるべきだ。自分を客観的に見れなくなって、殻に閉じこもってる感じ。自己防衛に必死で、誰の言葉も届かないんじゃないかな。もう経済界とは縁が切れたなら、恐れるものはない。キックバック問題で被害を受けた金融機関や迷惑をかけられた事業所、生産者は外部から積極的に証言して真実を暴いてほしい。その方が企業のイメージも上がるし、かばうメリットもない。ただし、悪事に加担していなければの話だけど。維新の松井一郎や片山元副知事が辞職するのは無責任で保身だと思う。問題の原因を作った人たちにも厳しい目を向けて責任を取らせるべきだよね。これまで後援会に居続けたのは驚きだね。名簿も事務局もないならその程度か。辞任じゃなくて解散が正しい選択だと思うよ。谷町も就職先もなくなって四面楚歌だね。感謝の言葉も気持ちがこもってないし、辞任や辞職に当たらないとかわけわからないこと言ってるし、勉強はできるけど人の大切さが分かってないよね。兵庫県は関西の中でインバウンドに遅れていると思う。姫路城や淡路島、甲子園、神戸牛など魅力的な場所が多いのに、京都や大阪、奈良に負けている。これは県政が滞っているからだ。さらに、県のトップが議会と職員を振り回して混乱を招いている。混乱の元が自分にあるなら、職を辞して有権者に民意を問うのが為政者としての責任だと思う。会社も組織も結局は人だよね。上司が決めたことを実行するのは部下で、その責任を取るのが上司。お互いにリスペクトや信頼関係があれば、今のような問題は起きなかったはず。今は県職員の知事に対する信頼がほぼゼロだと思う。薄いけども踊らずでは組織は機能しないことを、この人は理解していない。そんなトップがいる会社はいずれ潰れる。業務が停滞していない、事業は着実に進んでいると言ってるけど、それは職員が責任感を持って頑張っているからで、この人が知事だからできているわけじゃない。兵庫県民だけでなく全国的に批判されていますね。特に兵庫経済界の重鎮たちの顔に泥を塗る形になっています。報道が過熱している部分もありますが、この人の行動が明らかになるにつれて許せない気持ちが強まります。ここまでしぶといなら、意地でも辞めさせるだけでなく法律的に罰するべきだと思います。斉藤知事と近すぎると企業イメージが悪くなるから、神戸の経済界も距離を置きたいんだろうね。アシックスを勤務の靴はもう買わない。知事を応援してた企業の製品は買いたくないし、副知事とも絡んでるならなおさら。松井さんが昼間の TV で斉藤知事が未熟だと言ってたけど、未熟な人が原因で亡くなった人がいるなら、県トップの未熟は許されるの？斉藤知事が大勢の方が応援してくれていると言っていたけど、それは実際に声をかけられたことがあるだけでなく、SNS での応援も含まれているかもしれない。彼は物事をそのまま信じやすい性格なので、周りが柔軟に対応するしかないと思う。辞任を強く要求すると意固地になりそうだから、不信任決議案で選挙の道を進めるのが良いと思う。災難がこれくらいで済んだと思うべきだ。ただし、金銭的な疑惑についてはしっかり調査し、百条委員会の設置を希望する。副知事や周りが去る中で居続けるのは、メンタルが強いというよりも世間を見ようとしないからだと思う。自分の地位と安定した未来だけを見ているから、過去の言動が問題になっている、倫理的にアウトと知りながら地位を守るために形式的に正当化しているように見えるが、もし本当に正当だと思っているなら、どうしようもない。斉藤知事の父親が代表だった兵庫を前に進める会が高額の事務所費を計上していたと文春に報じられた。斉藤知事はアシックスの大山氏が代表ではないというが、では誰が代表で、政治資金の流れはどうなっているのか。みんなの反応としては、斉藤知事に対する批判が圧倒的に多いです。少数意見としては、報道の偏りを指摘し、
知事の功績も評価すべきだという声もあります。当チャンネルの意見として、斉藤元彦知事のパワハラ疑惑や後援会の代表世話人辞任に関する一連の問題は、知事のリーダーシップや信頼性に大きな疑問を投げかけています。具体的な説明や対応が求められる中、知事の姿勢には改善の余地があると感じます。